徳川将軍家、徳川将軍家、徳川進軍家、徳川将軍家は、江戸幕府の聖医大将軍を世襲した徳川氏の宗家、徳川宗家、徳川宗家。明治維新後の1884年、明治17年には、公爵の借位を授けられて、徳川公爵家となった。家族制度廃止後は、単に徳川宗家と呼ばれる。徳川将軍家は、 慶長八年1603年に初代徳川家康が征夷大将軍に就任してから慶応三年1867年に第十五代徳川吉信が大政奉還するまで264年間にわたる江戸時代を通じて征夷大将軍の職を世襲した家系である。この間、日本の実質上の君主、支配者として 武家社会を含む日本社会全体の頂点に、君臨した。初代将軍は、江戸幕府を開いた、徳川家康で、家康は、慶長十年、1605年に三男秀忠に、将軍職を譲って、第二代将軍とした。家康は、王法書として実権は握っていたとされる。秀忠は、次男、家光に、将軍職を譲って、第三代将軍として、以後代々、 徳川将軍家の長男が将軍職を世襲する原則を定めた。徳川将軍家の男子による将軍職の世襲を確立するため、歴代の当主は多くの側室を多くに抱えて、血統の保持に努めた。しかし、宗家はたびたび実施を書き、近親の文家や家康の構想とする、御三家や御三教から養子を迎えて、家計を繋ぐことが少なくなかった。 第四代将軍、家綱に直系の子がなく、徳川将軍家の直系は、幕府が始まってから七十七年で途絶え、傍系である弟の綱吉を養子として、第五代将軍とした。その、綱吉の実子も創生し、家綱の弟で綱吉の兄である綱重の長男で、老いにあたる家信が、第六代将軍となった。家信の後は、実子で四男、 家継が第七代将軍となり、家光、家綱不死以来、三十二、三年ぶりに不死による世襲が実現したが、千七百十六年に、数え年八歳で溶接。ここに、秀忠、家光不死の血筋による将軍の世襲は途絶え、紀州徳川家から徳川義宗が入り死し、第八代将軍に就任している。義宗、家主 家春と三代七十年の直系での世襲が続いたが、第十代将軍、家春の実子が男女共に創生、五三教の一つである一橋家から家成を養子とし、第十一代将軍となった。家成の後は、この家吉、第十二代将軍、孫の家さだ、第十三代将軍と、再び不死による世が七十一、二年継続したが、 家下田に実施がなくまたも家計をつなぐために、紀州家から家持が迎えられて、第十四代将軍に就任。その家持も実施なく死去。水戸徳川家の生まれで、一橋家の当主となっていた吉信が、第十五代将軍にして、最後の将軍となっている。計十五名の将軍のうち、正室から生まれたのは、家康、家光、吉信の三人だけであり、その中でも、 初代将軍である家康の父は将軍ではなく、吉信は水戸徳川家の生まれであるので、将軍の性質から生まれたのは家光だけとなる。家光が元服の時に祖父家康の名の家の字を意味名に受け継いだ後、家の字が徳川将軍家、徳川宗家の嫡男の意味名に使用する通字となった。歴代徳川将軍で意味名に 家の字がつかない将軍は、二代将軍秀忠、五代将軍、綱吉、八代将軍吉宗、十五代将軍、吉信の四名存在する。秀忠は、その元伏時にまだ、徳川幕府が成立しておらず、当時の天下人である、豊臣秀吉から、州の字を変記として賜ったものであり、綱吉、吉宗、吉信の三名は当初は、徳川将軍家の着難ではなかったため、 時の将軍から返記を賜ったものである。すなわち、綱吉は三大将軍、家光の四男ではあるが嫡男ではなく、玄福寺に兄である時の四大将軍へ綱から、綱の字の返記を賜っている。吉宗は、紀州徳川家出身であるが、紀州藩主就任時に、時の五大将軍綱吉から、吉の字の返記を賜っている。吉信は、水戸徳川家出身であるが、 当主が溶接した一橋家を継いだ直後に、時の十二代将軍家吉から、喜びのおじの返旗を賜っている。なお、六代将軍家信は、甲府徳川家の着難として、玄服寺に、時の四代将軍家綱から返旗を賜って、綱とよう名乗っていたが、綱吉の養子となった時に通事を含む家信に、改名したものであり、十四代将軍家持は、紀州徳川家の着難として、 元服寺に、時の十二代将軍栄養から、喜びの字の変記を賜って、義富を名乗っていたが、十三代将軍、イエスサダの養子氏となった後、十四代将軍に、就任した際に通字を含む家持ちに改名したもので、ある。最後の聖位大将軍となった第十五代当主、徳川義信は、大政奉還の後に、聖位大将軍を辞職し、 一旦は兵を挙げたものの新政府に教順し、謹慎した。さらに吉信は隠居して、御三教の一つ、田安徳川家から徳川家里が、養子に建てられ、徳川宗家の相続を許された。第十六代当主となった家里は、新政府により、駿河、東東美、伊豆に七十万国を改めて与えれて、駿府、現、静岡県静岡市青葵区に移住し、 駿府の町を静岡と改名して、静岡藩を建てた。明治2年、1869年に家里は家族に列せられ、廃藩地権を経て、明治4年、1871年に東京へ再移住し、1884年、明治17年には公爵を授けられて、徳川宗家は徳川公爵家となった。その後、家里は明治時代の終わりから、 昭和時代の初めに至るまで、長らく貴族院議長を務め、弱子の第17代当主、徳川家政は、戦後、最後の貴族院議長を務めた。2003年、平成15年、第18代当主、徳川常高は、宗家の貴重内産を管理するため、財団法人、現、公益財団法人、徳川記念財団を設立した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。